皆さんお待たせしました。ほんとですよ、牛丼は注文から5分以内じゃないと。そんな客か？いや、そうじゃなくて、また新たに新キラーが登場したってことだよ。もうネタに限界が来てる。うちのチャンネルにはありがたいよな。編集者目線でコメントすんのやめろ。いやだー。うわ、びっくりした。あれは新キラーの登場によって動画編集に追われてるものの末路だよ。完全にうちのうぷ主じゃない？最近座りすぎで腰痛い。ダメです。あー。というわけでうぷ主の腰を犠牲にやってきました。まあ座りすぎの原因は最近ハマった CG のせいなんだけどね。なら自業自得だろうが。実況初めて数秒で別芸の話やめない？それもそうだな。ほんと困りますよ。すぐ実況から話がそれるんだから。それは実際お前次第だろ。お、あそこの発電機回ってるな。よし、かなり早い段階でサバイバーを見つけることができた。今回は索敵パークはバベチリだから、サバイバーをするまで索敵できない。だから早めにサバイバーを見つけれたのはラッキー。この新キラーはトレイルっていう罠のようなものを設置できて、それをサバが踏むと強調表示と一緒に反問状態にできる。反問状態になるとサバからダウンを取った時に、カツがゾオリに転送したり2段階以上でメメントできるようになる。簡単に言うとストライク絶対殺すマン。いやー、いいんですか？おいおい、著作権怖いからやめとけって。別にラッドウィンプスの曲歌いたくなったわけじゃねえよ。そうじゃなくて、こんなに序盤から真面目に解説しちゃってもいいのかなって。いいんですよ、いいんですよ。本当に怖いからちょっと寄せるのやめろ。でもそろそろ一発殴れそうだな。ここは板倒す読み。外れ。いや、これは血の渇望を確実に貯めるための巧妙なテクニック。倒すならここ。またも外れ。ふん、やるじゃねえか。だがもう私は血の渇望の効果でかなり速くなっている。板を倒さないとすぐ追いつかれてしまうぞ。そしてこの距離ならもうさすがに倒す。そこを遠距離攻撃で当てる。今回は思ったより早かったな。こいつ一発もらうまで板倒さないつもりだ。そしてもたもたしてるうちに発電機が1台つく。ならば板ブラインドアタック。なんでそれは当てれるんだよ。初めからやれ。いや、板倒すの読んで当てる方がかっこいいかなって。相方がどれだかに余念がなさすぎる。まあ調子乗って次は外すんだけどね。ダメじゃねえか。まあでも板のない方に逃げたから結果オーライ。これは追いかけたら絶対板の方に逃げる。あとは切り返して狩るだけよ。でも結構時間稼がれちゃったな。なので手早く地下に突きちゃいますね。おい、このキラーで地下釣りって。はい、階段にトレイル引いとけば確実に踏ませることができます。しかもよく見たらお前天秤ついてるじゃねえか。このキラーはトンネル推奨な能力してるから、天秤つけたら肉壁もできないし相性いいかなって。それでバベチリとイタチか。そういうことです。バベチリで離れた発電機回してるやつ見つけて、その発電機にイタチで遅延。フックから離れてる間に救助が来て天秤発動か。でも今回は切ったサバイバーが地下の方に逃げてるから発動できそうにないな。さてこの辺に小屋以外にイタはないぞ。デッドハードもなさげだし、このままダウンさせよう。そして地下から救助される。これこっちから出てくるんじゃねえか。一旦ダウン放置して見に行こう。あら、こんにちは。スサミクもついてるから傷ばらまくと遅延になるな。じゃあさっきダウン取ったクロちゃんを地下に釣るか。よっこらしょ。繰り返される悲劇。この辺で回ってるのはここだけかな。さて地下の様子でも見に行くか。イタチ使うとこ完全にミスったー。めっちゃ綺麗に二度見してたぞ。二人で回してやがったのか。それならまず傷のないお前からだ。これで全員気象状態。そして私は見逃さなかった。この前ビデオ壊れちゃって録画できてなかったんだよね。誰もテレビの話はしてねえよ。っていうかお前まだ VHS なのかよ。今の子わかんねえだろ。そうか、なんだか時代を感じるな。急に年寄り臭いじゃん。まだか、練習はしてねえよ。そういうことじゃねえよ。あとそれちょっと年寄りに失礼だからやめろ。あれだろ、ここに逃げ込んだ県民を見逃さなかったってことだろ。え、分かってたのにボケたの。いや、何年一緒に実況してると思ってるんで。殴ろう。ちょっと今いいこと言って。よし、こいつが板を倒さないのは読んでたぜ。読んでたぜじゃねえんだよ。お前殴るって言ってただろうが。殴るならちゃんと殴れや。切れるのそこなんすね。よし、これでこの人はラスト。反問状態なのに檻に送らなかったんだな。反問状態は檻から救助すると解除できるんだよ。なるほどね。今もう一人反問状態の人いるから檻に送らなかったのか。個人的にこのキラーは檻に送らずに2段階入ったサバをトンネルしてメメントの流れが強いと思います。あれ、なんかうめき声聞こえない。おっと、負傷状態で救助に来るなんて、君はなんて救助意識が高いんだ。俗に言う戦犯である。そして地獄へ。でもそろそろ一人減らしたいな。ダウン取ってる間に全員救助されたし、減らしに行くか。途中スクラッチがごちゃついて見失ったけど、なんとか見つけられた。できれば残り3台のうちにダウンを取りたいな。任せろ、この遠距離攻撃で。っていうのは実はフェイントです。いやらしい使い方だな。いや、そんな目で見られるのは恥ずかしい。それでいやらしく見られるには無理がある。霊夢知ってるか？首の骨を折るとき顎の先端を耳のある高さまで瞬時にねじり上げると即死するらしいぞ。やめて、素手で簡単に人を殺す方法を探ろうとしないで。よし、とりあえずダウン取れた。まだ発電機は進んでないな。じゃあ特に意味もないけどメメントしとくか。取れ高っぽいし。さっきから取れ高重視で動いてない。そそんなことないでごわす。下手くそか。小学生でももうちょいマシな態度取れるわ。よし、あと二人で発電機もまだ2台。これはサバとしては相当きついだろうな。当たらないよ。どうにかなるかもしれない。今のは違います。ちょっとマウス追いつかなかっただけです。それが問題だつってんだよ。まあ正直ここまで来たらね、プレミなんて関係ないんですよ。こいつ勝ちを確信して緩み切ってやがる。だって発電機残り2台でサバは2人。こんなの負けようがないですよ。あれ、でも発電機残り1台になってるぞ。それは大変だ。まあ固まったんだけどね。聞くか。あとは救助が来るのを待って、天秤が発動しているのを確認。誰かトレイル踏んでるぞ。踏んだのは救助されたクロちゃんか。悪いがお前には興味はない。私が狙うのはマップ端でコソコソしているお前だ、ジェインロメロ。天秤でワンパン。あとはこいつを釣って、ハッチがあるとこに急ピッチで戻ります。やっぱりハッチで待ってたな。ここの板はさっき使ってたからもう逃げ場はない。さあ、おとなしくダウンするがいいわ。せいや。
そして天秤の降下時間中なので、ストライク警戒して檻に転送。よく見てやがる。これで全滅。どうよこの完璧なプレイング。初めてプレイしたとは思えないだろ。また初プレイの動画かよ。あと早くその顔やめろ。腹立つから。お次はサイレントヒルのマップか。ちょっと暗いな。まあその辺はウプ主が編集でなんとかするだろ。やめて、姉に編集量を増やそうとしないで。色調補正かけるのも面倒なんだよ。見づらい動画になるのか。クソがー。なんかここの発電機すごい回ってるぞ。二人で回してたみたいだな。危ない危ない。あとちょっとで普通についてたじゃねえか。でもここの板弱そうだし、ダウン取れればイタチ使える。その前にまずトレイルを板に引いておく。そんで反問状態にしてからダウン。ちょっと欲張りすぎたな。うん、こいつは初始確定だわ。ハイスプバだから絶対はない。今回は早めの釣り。でもマップが結構狭いから、天秤とバベチリはあんまり機能しなさそうだな。ストライクもいないから正直このキラーじゃなくて今である。とりあえず救助用にトレイル引いて、終わり次第さっきの発電機を蹴りに行こう。あれなんかスクラッチない。蹴られる前に回し切ろうという判断か。だがトレイルを踏んだのはミスだったな。板乗り越えた先にトレイルあるの見えなかったのか。まあ計算通りかな。絶対偶然だろ。偶然ですね。お前が言うとそうなっちゃうだろうが。だがこの小部屋は発電機側にしか出入り口がない。つまりチェイス中に発電機蹴ってもサバは逃げられない。うわ、これ完全に積んだところじゃん。私もそう思います。でも結構近いところにいたあるぞ。ここは絶対倒してくるので地獄の罰を当てていきます。ここでダウンと同時に救助。心音聞こえてるのにいいタイミングで救助に来やがったな。天秤も発動してないし、この試合ちょっと辛いか。そう思うじゃろ。誰だお前。このゲームには必勝法がある。なんか急にライアーゲーム始まったんだけど。まず回りそうな発電機の近くをうろつく。すると音に釣られたサバがやってくる。さながら三角コーナーに集まる小バエのようにな。例えばちょっといや。生ゴミは蓋付きのゴミ箱に捨てると、虫が湧きづらいぞ。やかましすぎない。あとお前そのなりで結構余裕あんな。奥にもう一人いるぞ。多分あいつも発電機を回すつもりだったんだろ。負傷した方は治療するだろうから今はあっちを追うか。ずさんな肉屋ついてるから治療も遅いしね。あのハゲめっちゃ後ろ見てんな。地獄の罰打とうもんなら絶対にかわすという意思が伝わってくる。じゃあ普通に殴るけども、これ剣の部分じゃなくて柄の部分で殴ったら頭蓋骨陥没するんじゃない。中世ヨーロッパみたいな考え方やめなさい。アホなこと言ってたら見失ったわ。しかも発電機1台つけられてるし、これはちょっとまずいかもしれない。私もさすがに塩と重曹を入れ替えるのはやりすぎだと思う。私はそんなことしてねえよ。ねえねえ、なんか卵焼きめっちゃ膨らんだんだけど。ほらもう被害が出てるじゃねえ。ピアどうやって料理したの。余裕ありすぎじゃない。編集こいつ他のこと指摘を紛らわしてるだけだ。さて順調に一発当てたけど、このマップまだどこに何があるかわかんないんだよな。実装間もないからね。あー待って、その板は強い。倒させません。ここ極端に強い板何枚かあるよな。イタチ使いに行ってる間に救助された。やっぱり天秤は発動しないな。この構成エクセキューショナーと相性いいと思ったけど、マップが狭いとちょっと扱いづらいな。お、いたいた。こいつが救助したっぽいな。今回発電意識と救助意識高いやつ半々ぐらいだから、早く仕留めないと発電機あっという間だぞ。なるほど、それはめんどくさい。あ、でも逃げ込んだ板クソザコじゃん。こういう板の湧き方レリーに似たものを感じる。タイミング抑止の渇望も乗ったし、これそのまま殴れるだろ。これで2段階が2人目。釣った後のイタチが重要だな。上の発電機になって蹴りに来たら別のとこついちゃった。残り4人で発電機2台は結構しんどいぞ。しかしフックの真上で天秤発見。あいつ確かラストだから早いこと倒してしまおう。おっと、自分の命と引き換えに救助か。メグはスプバだし、どうせボロ体でしょ。なのであいつは追いません。はい天秤、叩いて、かぶって、じゃんけんポン。手を出すタイミングで攻撃するなよ。いや私の実家だとこんな感じだぞ。魔界で生まれ育ったの。何はともあれ、これで生存者を一人削れた。あとは見つけて殴るだけ。ここに二人もいるのか。このドワイトめちゃくちゃ発電意識高い。狙うならお前からだ。ここでどこまで時間をかけずにダウンを取れるかだな。はははは、はこの私を誰だと思ってるんですか。アホのマリサ、フンスターを。この私にかかればあんな激し止めるなんて造作もない。なるほど、このフェイントには乗ってこない。あいつ地獄の罰をフェイント運用の方がいいことを知っているな。だが甘い甘い、甘すぎて糖尿になるわ。支障が気になりすぎて何も入ってこねえよ。おいおい、私が真上にいるのに救助か。それはちょっと甘いんじゃないのか。ボロ体だと甘くない。もう訳がわからねえよ。ここは落ち着いて発電機を巡回。このサバイバーは初めてだな。うわ、板前ガン待ち。板スタンでも狙いに来たか。こいつライト持ってるし、板割ったところで当てるつもりだな。だったら意地でも割らないけど。魂の平穏がついてるのか。ドクター強くなってからつける人増えたよな。これ下に逃げたか。いや降りてない。なんだ今のスクラッチの残り方。完全に降りたと思っただろ。アイアンミルのせいで声聞こえないのも痛いな。ならば暗え。右曲がりより地獄の罰。これ本当に当てるのむずいの。いや難しいらしいんですけど、なんか私なら普通に当てれるっていうか。おいおい、ここの発電機つきそうじゃねえか。あ、こっちから入れないのか。いやー、道に迷って発電機をつけられる。おい待て、一人つってるとはいえ残り3人で発電機1台はやばい。こいつも自分の命と引き換えに救助しに来やがった。ケイクの方は無敵時間だったか。いやどうせあれはボロ体だ。まず早いことこいつを始末する。はい、右肩甲骨複雑骨折アタック。技名が生々しすぎる。よし、まだジェイクのスクラッチ残ってる。このまま追いかけてダウン取ればいける。おいー、ここぞとばかりに強い板を吐くんじゃねえよ。これは破壊しないと追えないな。おわ、さあ、これは一人脱出は硬いかな。あそこの発電機がついたのか。
ならまだ勝機はあるぞ。お言葉ですがあなたが終わった判定したんですよ。黙り上がってください。どういう日本語？まずさっきから追いかけてるジェイク、こいつを何としても仕留める。逃げた先に板がないことを祈りながら突っ込む。そしてこいつは放置だ。でもこれどっちのゲートだ？絶対あっち。めちゃくちゃ食い気味。うおー、間に合い、よっしゃ間に合った。残念だったな。なんでわかったの？こいつ負傷してたし、サバ側としても余裕なかったんだよ。それでついた発電機から近いゲートで心音しなかったら絶対開けると思ったんだ。ギリギリで読み勝ったのか。これで全滅。なんかお腹すいたな。実況終わったし、なんか食いに行くか。いや私は編集終わったんですけど。出して、え、誰もいないの？誰か、